自分より強い人がいるじゃないですか。そうするとなんか悔しいとかあるじゃないですか。自分より強い人をなんか倒すとなんか気持ちがいいっていうか。うーん、は別にそんな気にしないですけど、別に悪く言われてるわけじゃないんで。悪いことじゃないんでしょ。別にいいですよ、何言われても。試合する前に負けることですか。おーつかね、いや負けたくないんで、負けることは考えたくないですね。中古ミドル級王者櫻井隼人、まさに天衣無縫という言葉が最も似合うシュートのキングオブキングス。完璧にバランスの取れた打撃と寝技を使い、本能のままに一本勝ちを狙いに行く、その戦いはいつも見る者の心を奪う。日本にとどまらず世界を舞台に勝ち星を積み上げていく彼の背中に、忘れかけていた最強神話を託すファンも少なくない。人は彼に音速という意味を持つニックネームをつけた。その名はマッハ。きっかけは柔道。はじめ昔は野球とかサッカーとかやったんだけど、もうなんかもう違うのやりたいなっていう感じで、で柔道をが中学校からあって、でああこれ面白いと思って、投げとかもう散々やったんで、今度はもう投げとか殴りもなんかやりてえなっつって、蹴りとかもやりてえなっつって、でなんかシーダージムに電話番号書いてたから電話して、でシーダージムにちょっとなんか通い始めて、でなんかパリトリトルジャパン、その時シューティングってのもあるじゃないですか。でああこういうのもあるんだっつって、初め見に行って、うん、あすごいなって見に行ったら、なんか全然俺の方が強いんじゃないかとか、とそういう幻想に陥っちゃって、うん、まさか宇野くんがデビュー戦でやるっていうのは思わなかったですね。アマチュアの決勝でも試合をしたんですが、まあレスラー、主にレスラーですね。パワーはそんな感じなかったけど、気持ちの面ですごい強い選手だなって思います。マッハのデビュー戦の相手はアマチュア時代からのライバル宇野薫。くしくも後にウェルター級とミドル級を制する両王者の対決となった。体がじがじで緊張したのかもしれないですね。初めてこの後楽園のリングの上に立ったんで、それで金カップを忘れてしまうというトラブルもあって、桜田さんに怒られましたけどね。お前何やってんだよ。マールカップを装着していないため控室に戻ります。しばらくお待ちください。いやもう全然、もう練習の時もっと僕全然もうスムーズなんですけど、この時見るともうすごい力入っててガッチガチ。わあ、多分宇野くんもそうだと思うな。なんかアマチュアの時の決勝やった時の方が2人ともいい動きしてましたね。本来僕は今よりちょっと小さいぐらいだったんですよ。でこのぐらいまで落としたっていう、まあ、筋肉までそぎ落として、うん、体に良くないですね。左足かぶってろ。いけ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 。両替してみて。
タックルしかないよ絶対。安村、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 まあ、デビュー戦ということで、まあ、2人とも、まあ、特に僕はいい経験させてもらったと今思ってます。ただ試合終わった時になんかお互いがなんか握手してなんか言うじゃないですか。その時分かんなくてなんかごめんねごめんねってずっと言ってたんですよ。今考えるとなんでそんなこと言ったんだろうって思いますよね、うん。さんとやる前から、まあ、お互いちょっと知ってたんで、まあ、向こうもだいぶ俺のこと意識しててアマチュアの時からなんか強いねとかって言われたりしてて、うん、でもそうですね、まさか本当にやるとは思わなかったですね。2戦目の相手はウェルター級屈指のパワーファイター桑原拓也。マッスルというニックネームを持つ桑原のスピーディーなタックルをマッハはどう裁くのか。今結構見てると桑原さんって結構受けてそれを返すっていうパターンじゃないですか。でもこの頃は とにかく自分が前に出てくるっていうそういうまあ威圧感もあったし突進力もあったんで、そういう意味で絶頂だったんじゃないですかねこの頃は。前出てきた、ちょっと。
手足はもちろんね、体が太い割に短いんで、太くて短いんで、それでなおかつあのパワーもあるし速いんで、この時は、そうですね、関節は初めから取りづらいなとは思ってましたけど、関節より殴り狙いで行ってましたね。悔しかったですけど、まあその時はまあこんなもんなのかなって思いましたけどね。勝ち続けるのって難しいなとか、こんなもんだったのか、だったんじゃないかとか、自分の力がただなんか練習することしかなかったんで、
そのうちやってるうちにだんだん分かってきたっていうか、うん、そういうのがなんかありましたね。まあ減量がだいぶ楽になったね。うん、思いっきりやろうっつって一階級上げると力とかも違うじゃないですか、パワーとかそれぞれの選手が。だそういう不安もあったんですけど、でもやってみると全然そんなことなくて、やっぱりこれが自分の階級なんだって実感しましたね。ミドル級に階級を上げたマッハが下北沢大会に登場。アマシュートミドル級王者の肩書きを持つ小島を相手についに真骨頂が発揮される。マッハの本能の戦いを見よ。覚えてないんだけど、多分本能的にあの立ち技が好きだし、うん、調子良かったんで立ち技で行きました。
ただその時思いついたんで、練習でもこんなことやってなかったんですけど、ただなんかずっと相手が下になって出てるから、速中で飛び越えられるかなと思って、で思いっきりただやってみました。試合終了です。ただいまよりスコアの集計に入ります。勝者、青コーナー桜井。会場もまあ狭かったんで、熱気っていうか、もうお客さんのそのなんていうかな、声援とか刺さりますけど、でもやっぱ後楽園が一番好きですね。もう初の国際戦ということで、相手もすごい強いっていうのを聞いてたんで、桜田さんも俺も、それを張り切ってましたね。張り切ってる分、すごいきつい練習しましたね。クラス A 昇格とともに初の国際戦を迎えたマッハ。対戦相手のエリアスはシュートレスリング無敗のレスラーだけに苦戦が予想されたが、
マッハの器はそれを大きく上回っていた。いや、強かったですね。でもそれ以上に俺の動きが良かったんで、そうは見てる分にはそうは感じないかもしれないんですけど、うん、普通の選手っていうか普通だったらすごい強いと思います。これでも大体足を上げられた時点でテイクダウンされると思うし、うん、テイクダウンされなかったのが勝利の鍵ですね。これはちゃいましたね。涙が出ちゃうのと同じ、ね、苦労しましたしね。まあ、苦労って言い方は良くないけど、練習しましたしね。うん、人より苦しいことしたと思うね。今までみんないいとこまで押し込んどいて、最終的にスタミナとか精神力で押されて負けちゃうんで、まあ、俺がここでピリオド打ってやるっていう気で、うん、ぶち当たりました思いっきり。日本人キラーの異名を持つクックに立ち向かったマッハ。一度切れたら手がつけられないクックのラフファイトにどんなテクニックで対抗するか。いや、まるっきりなかったですね。こっちだってそんな絶対にどんなことされても参ったとか絶対しないって決めてましたんで、うん、別にそんなのは俺には関係ないっていう気でいました。腕立てしました。まだまだ俺はできる。そうですね。何気ないパフォーマンスで面白いですね。今こうしてみると桜田さん。まあ普通のシュートもバリトゥーでも、まあ、同じじゃねえかっていう意識を持ってたんですけど、まあちょっとのルールの違いなんですけど、それはそれでまた違うもんだなって今実感しますね。連勝の勢いを買われたマッハは初のバーリトゥードジャパン出場を果たす。対戦相手はシュートボクシングのリングにも上がったことのあるマセロ・アグア。日本とブラジルの誇るストライカー同士の意地のぶつかり合いとなった。
の見た目はなんかロバみたいでなんかぼーっとしてるんで、こいつなんか本当やる気あんのかなっていう感じだったんですけど、バリトル慣れとかも結構してるみたいで、なんか倒れないし、あとまあパワーとかもあるし、寝技もなんか思ったよりできるんで、まあ、そういう意味で、まあ、ちょっと思ったのとちょっと違かった。いやロープではありますが、
かまいい、かまいい、かまいい、これ俺チコした、チコとスイッキリチコしたの言うてね、respira um pouquinho, respira, respira um pouco, respira, ajoelho de esquerda, ajoelho de esquerda, ajoelhar no corpo dele de esquerda devagar, isso, isso aí, de vez em quando tá o cascudo de mão aí. タックルとかを入り混ぜて、うん、そういう応用を使ってやればよかったと思うんですけど、まあだから向こうが打撃でこっちも打撃、ただそれだけ、そうじゃなくて総合なんで、いろいろもっとフェイントを使ったり、もう相手を騙してもっと違う方向に反らしたりした方が効率がいいっていうのも、まあこの頃は分かんなかった。Qualquer indício de ter que abrir a guarda, mete o pé nos cornos e chuta ele pra longe pra te dar espaço. Isso, agora. Não sei se você pode pensar, tenha
Tentou trazer o joelho com você. Na ala cruzada, não. Tá na ele tá toda vez perfeito. ガードポジションになった時に結構下からこう疲れたんですけど、自分が上になったら相手と自分の距離を引き離す、うん、そういう体勢があったんですけど、なんか逆になんか悪い方向でしたね、うん、それよりももっと自分をもっと信じればよかったっていうのがありますね。あと1分半で、あと1分半また撃ってもいいよ、もうこうなったら。その技、力とか。その精神力とかその技術とかあってもやっぱりその使い方を生かすのがキャリアだと思うんですよ。自分を信じれる信じれないっていうところも結局はそういうキャリアとかっていうのもあると思うんですよね、うん、だそういう意味で、うん、そうですね、キャリアがなかったと思うんですよね。シュートの先輩みたいな感じだったんで、もう俺がシュートに入った時から木口に練習来てて、まあその人には絶対勝って、まあとりあえず恩を返すっていうか、プロってこんなに強いんだって思わせたやつに俺はもっと強くなったってのを示したかったです。師匠である桜田直樹が返上したミドル級のベルトをかけて先輩格の中尾寿太郎と対戦したマッハ。アマチュア時代スパーリングでプロの強さを見せつけられたという中尾にマッハはどう立ち向かうのか。
第1ラウンド終了です。ラウンド ワイパーのように避けて蹴りを外して、まあ、入るっていう、まあ、自分で見出した技なんですけど、まあ、この頃はまだ使い始めた頃なんで今と違って読まれてないんですんなりいつもこういう技でパスガードとかしましたけど今もうみんな知ってきちゃったんで。俺の次にその次に一番強いと思ってたんでもう敵は中尾さんだけだなって思ってたんで叩きのめすみたいな、うん、もうやりたくないっていうか、うん、そう思わせるぐらい、うん、まあ、勢いで勝ちたかったですね。
計に入ります。勝者赤コーナー櫻井隼人。もうとにかく意欲が違いましたね。この中尾さんと戦うっていうその集中力とか、勝つっていうかもうそうですね、それをもう超えちゃってますね。キレももちろんもう体が動くっていうのはもう一番最低なことなんで、それぐらいの意識でこの試合に臨みました。中尾さんとやった後だったんで、まあ、とにかく自分を出せば問題ないなっていうのを、分かってましたね。やってみると案の定その通りでミドル級チャンピオンとして臨む第一戦、対戦相手のリバノはヨーロッパの空手王者という経歴を持つ打撃系の総合格闘家だった。できちゃうし、すぐなんか今なんか相手の弱いところはもうすぐ分かっちゃったんで、問題なかったですね。とにかく一番初めになんかこいつすごいなと思ったのは、とにかく腰が重いことですね。それとあと打撃が、思いっきり打ってくる音、踏み込みいいやつ、あとは気持ちがまず折れない、その3つでしょうね。なんかミニモブジャッジみたいな感じじゃないですか。壮絶な打撃戦となったバリジャパ98。相手はロシアンダイハードの異名を持つロシア中量級最強の男ビチコフだ。Thank you.
колени, колени, колени. Сейчас справа. Ломай! Еще! Руки! Вверх или вниз, не делать неадо, это значит. Неадо, может, еще чуть-чуть учиться, не так ли? Зайди направо и налево, внимательнее будь. Сейчас прыгать будет. Не надо. Зайди справа, слева, ну, чтоб покрутился. Ну! Справа, в голову! Справа в голову. Вот так. Справа в голову повторяй. Не жди. Бей, удар наноси. Без замаха, бей. Без замаха. Без замаха, без замаха. もっと早く参ったしてくれればあんまり人のこと怪我をさせたりとかしたくないんですよ本当は、うん、だけど参ったしてくれないと試合も終わんないし、うん、こっちも分かんないんで、うん、そういう意味で決まった時には参ったって教わってるはずだからやってもらいたいです充実だけで勝てるっていうのも甘い時代じゃないんでもうそういう時代はもう過ぎたと思うんですよやっぱ充実もできて投げもできて打撃もできないとその充実そのものが生きていかないそれを証明させた試合だと思うんですけどねマッハが初めてブラジリアン柔術と対決する世界最強と言われてきた組技格闘技にシュートの申し子はどんな戦いで挑むのかこれがマッハの答えだ。Thank you.
が痛かったですけどね、当たった時、まあ、向こうはもっと痛かったんだろうけど、彼がだから打撃を知らなかったんで、せっかくその充実のすごいテクニックを持っててもそれを活かせる状態までいかなかった、前回結構痛い目見なされたんで、今度は痛い目見させてやろうと思って、気をつけてたっていう点は特にないですけどね、もうやっぱりキャリアが生きてると思うね。バリジャパ97での引き分けから2年、あの時の決着をつけるため再びマッハがアグアに挑む。2年の月日はどちらの男を大きく育てたのか。シュート10周年記念興行で行われたこの試合はまさにバーリトゥードの枠を超えた凄まじい死闘となった。パンチが鋭くて、で、まあ、それを続けて打ってくるところ、それとそうですね、あとバネがあるところですね。で、悪いところはまずテクニックがないところですね。ペグダウンされちゃうと、仮にもしくは上になったとしても、なんていうかな、その追い込むまでのテクニックがあっても決めるまでのテクニックがないんですよね。第1ラウンド終了。ラウンド2。Isso! Escruza! Isso aí! Para com o celular!
Thank you.
試合終了です。スコアの終了となります。勝者赤コーナー桜井隼人。まだコーナーないっていう、またやっても全然勝つ気がしますね。まあマスルもなんか試合終わった時に言ってたと思うんだけど、なんか俺強くなったとかなんか言ってたと思うんだけど、そのまんまじゃないですかね。経験を積んだって、まあ体力的とか精神的とかそういうのは変わってないんだけど、うん、まあそうですね、キャリアでしょうね。まあ、相手にいいところを出させなかったですね、まあ、いいところを出させたくないですね、痛いから。オーストラリアシュートのエース候補と言われたエアズが日本初上陸。王者の風格を携えたマッハがこれを迎え撃った。もしもこれがブラジル人とか、寝技してるやつだったら、今のは決まらなかったと思います、それで決まっちゃったからなんかああって感じだった。マジャドを何とかで下したとかっていうより、同じ人間が16歳からそういうこういうようなことを始めても、結局俺の方が柔道とかもう中学生ぐらいからやってたんで、別に何とも思ってないです。あのジアン・マチャドをわずか18秒、膝十字固めで下したという伝説を持つビクトリアーノ、ブラジリアン柔術黒帯とマッハが激突する。3年目にして早くもメインイベントを務めることになったバリジャパ99でマッハはその凄みを存分に発揮した。
シュートの場合でこんな風に蹴ってくるとは全然想定しないじゃないですか、反則じゃないですか。だからそういう感覚なんですよね。もちろんなんか痛かったですけど、びっくりしましたね。だから案外コーナーもギア戻ってマッサージしてるでしょ。いや、要はもう向こうはもう膝中にいないでしょうね。それとかもうダラダラと引き分け狙ってるのか、それがダメだったらどう思ってたって何も考えてないですね。別に思ったところでももうなんていうかな、慣れっこなんで、ある意味必ずチャンスはでも待ってれば絶対待ってるというか絶対あると思うんで、それを逃がさないようにっていうチャンスがあったら、それだけですね。
ラスト1分だよ。君な、君な。しっかり潰せ、しっかり潰せ。慌てない、慌てない、慌てない、慌てない。いける、それパスいけるよ。来た来た、逃げろ逃げろ逃げろ。からずっと寝てるような状態だったから、もうこのままこいつも最後までこのまま行く気だと思って、もう分かってたんで、もうこのラウンドは何がどうあってももう行くしかないと思うし、このままじゃ終われないっしょ。お前だけには負けないっていう、うん、そういうことを思ってたし言いたかったです。でもこの試合だけはなんかあんまり攻めてこないですね、うん、どっちが挑戦者だか分かんないような感じ。最強王者の呼び声高いマッハが初防衛戦で最強の挑戦者を迎えた。ミドル級1位の加藤は総合力の高さには定評のある選手。しかしマッハはここでも難攻不落の王者ぶりを見せつけた。もう初めからこいつはもうタックルにどうせ来んだろうって、どうせこいつ打撃のやりふりしてるけど絶対打撃なんかやってこねえよって思ってました。それがもうだって俺が前に行ったらそのまま下がるんだもんこいつはもうほらタックルのタイミングを合わせるための打撃だってもうすぐ分かりましたね。そういうふうに言ってる人には俺は倒せないですね、テイクダウンできないですね。Shut up!
ラウンド終了です。ラウンド2。一つの技ですね。まあそれを終盤出せばよかったんですけど、まあ前半に出したっていうのもかなり俺も何も考えてねえなって実感しできますね今思うと。中尾寿太郎張り三角です。3ラウンドの最後、はい、でも案の定結構
ふーとか言ってたんですけどね加藤君もあれにはビビったんじゃないですかね。終了です。スコアの集計に入ります。集計の結果を発表いたします。サバレクリー関東30対29、桜井レフェリー鈴木28対29、加藤。サバレクリー横山30対29、桜井。以上2対2をもちまして桜井隼人選手の判定勝ち。まあ加藤君には まだまだ負けないなってまあ別に王座とかっていうより人にまだ負けないなってもっと加藤君も練習しないとやばいんじゃないかって思いますけどね。ある登山家が、まあ、それに例えるとなんか山があるから登るっていうような言い方をしたじゃないですか。俺もなんかもうそれに近いですね。相手がいてリングがあるから、輝けるからやる。まあ自分が輝ける場でしょうね。